よ。今日のうまくないですか。おはようございます。登校前ですね。雨の中弾くギターは見えない。ギター演奏は上手かっていいね。なんやろ、またなんかあれやな、間違えたって言われそうやな。上手、上手、うるしめちゃんおはよう。おはようございます。今日は朝から身体測定なんですよ。青は珍しい。そうかな、適当に下にあったの取ってきた。制服ブルーなのか。いえ違います、これは制服ではございません。制服の上から羽織ってるなんかです、シャツみたいな。のっぴーさんギフトありがとうございました。遠いな。登校前やから髪の毛綺麗。昨日情緒、まあ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 一文字違いし。おはようございます。削除、おはようございます。昨日のさ、アンジュさんのさショールーム見たで。アンジュさんのショールーム見たで、可愛かった。コメントした、星投げた。可愛かった、星投げた、全部投げた。99個すべて投げた。64位くらいに入ってた。やば。素敵な生誕さん、まあ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 、素敵な生誕さんやったね、ほんまに。ワンタンメンさんギフトありがとうございます。アンジュさんのフォローしたからさ、通知が来てさ、真鍋アンジュがショールハムハムハムって来たからさ、そうから見ようと思って行ったら、あの1個目の人とか全然見えるくらいの時には入ってて最初から見てた。ワンタンメンさんギフトありがとうございます。15分って一瞬ですね。めっちゃ可愛かった。やっと行きました。コメントするか悩んでん、あの時間いけるかなって。まあいっかと思ってやったらいけた。まあ投げるしな、投げるちゃいけるしな。ワンタンメンさんギフトありがとうございます。なすぐ気づかれた。それ2回もコメントしたらな、どちらかは気づくから、気づいてくれてよかったです。めっちゃ可愛かった。シーズゴンやったな、ユニット。でもこっちの人じゃなかった、ハイテンション。でも可愛かった。可愛かったアンジュさん。カプセルってなんなん、カプセルは無料ギフト。まあいいや、また誰かのショールームで見よう。今日さ、わかったんやってたよな。ね、熊田さん、熊田、ミス熊田、熊田何やったっけ下の名前。熊田亜希子やったっけ、違う、誰やったっけ、誰やったっけ。同じメンバーだよね。そうだね、そうだよ、そうだよ、そうだよ、同じメンバーだよ。所属チームが違うだけで、あと年が離れているだけで。眠い。マイページからチャレンジに行くとカプセルもらえる。マイページから
チャレンジ、チャレンジ、チャレンジ、配信側の人はできないってことかな。おはようございます。お、熊野先生とペンギン先生の影が薄くなってない。もうそこに入ってないリスさんは相当薄いってことですね。また誰かの配信でやってみる。薄くなってんのかな。あ、でも薄くしようとはしてる。さくちゃんどうも。めっちゃ縦長なってんな文字。やりたいことリスト100、2割は埋まった。次何しようかな。髪の毛が薄くなってるのか。おい、それは言ったらダメだ。気にしてるんだからダメだよ。ペンギンはちなみに剛毛です。剛毛って言い方なんかちょっといいやな。なんかね、濃いです。黒がものすごく毛量が多い、毛量が多いです。なかなか推しが出ないのよ。そうか。でもこれでさ、真鍋アンジンしてたらさ、ほんまにやばない？だってさ、ま、アンジさんのショールーム行こうと思って星投げてさ、なんかさ、おるとするやん、そこに。んならさ、あれで、真鍋アンジって思ったら黒島さくらがおんねんで。すごいなんか、矛盾と恐怖を感じる。そう、金子さんくらいごめん。すごいでー。すごいでーってなんか変やな。まあ、何も考えんと言ってた。めっちゃ筋肉痛なんやけど、月曜日の公演からまだ治ってないんですよ。なんかね、この前屈した時に痛くなるとこが痛い。前屈苦手なんですよ。ガチでやめて、やめてや。いやだってさ、黒島さくらが真鍋あんじゃないやつ持ってたらやばない？やばいやろ。いやそりゃな、嬉しいけど、でもせめてそれやったら自分の持っとくわ。わかりやすく。でもアンジさんのアバターを先に拾ったらアンジさんのやつにするけど、拾われへんかったら自分のにするかな。嬉しいけどな。あ、もう41分、46分くらいに15分になるはず。あー、眠い。あ、ゆしみんはゆうみさんのアバター使ってる。そうなん？そんなことできんの？そんなことできんのって、そうしてんのね。アバターペンギンにしたら、アバターってどうやって変える？設定とか？違うね。よし、分かれ。配信中分かられるのかな。ギターを弾いて何年になりますか。1ヶ月。1ヶ月も経ってないかも。3週間くらい。3週間です。アンジュのアバターに変えてみた。お前や、アンジュさんになってる。かわいい、かわいい。あ、黒島のアバターも出た。割に違う人にしてるじゃないか。誰？未来さんか。おい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 。そんな2個とかできんの？できひん。
やろう。1個表示されてるから、うん、つむじ配信になってる。前髪配信にしよう。お、着替えました。よかった。変えんといてや、こっから。コメントするときに自分のアバターをして、あー、じゃあこっちからはできひんのかな。あれや、あの配信見る側の画面からじゃないとできひんやつや。なるほどね。ほう、だからできないのか。なるほど。じゃあ誰かの見るときにタブレットからやるわ。使い分けるんだね。やめということは、あじさん、あめっちゃ持ってるやん、すごっ。さきちゃんルームはアンジュアバター必須。確かにアンジュさんのやつか。日替わりとかにしようかな。今日は誰々の日みたいな。見に行く人に合わせてアバター書いてる。そうなんや。じゃあコンプリートしたいな。なかなか出えへんそうやけど。ツイッターにくま先生ってアカウントあるんやけど。そうなん、くまさんツイッター見えへんと思うで。調べよう。またあもう44分。さっきランキング見ます。13位がまちかねこきたるさん、ありがとうございます。12位がのぶさん、ありがとうございます。11位がなる兄さん、ありがとうございます。10位がたかしさん、ありがとうございます。たけしさんって言いそうやった。9位がフートムーンさん、フットムーンさん、ありがとうございます。8位が上田和樹さん、ありがとうございます。7位がワンロットさん、ありがとうございます。6位が RC さん、ありがとうございます。5位が郷田さん、ありがとうございます。4位が若春さん、ありがとうございます。3位がワンタンメンさん、ありがとうございます。2位がモフニーさん、ありがとうございます。1位が鉄板さん、ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。まだやね、あと1分くらいか。アンジュさんって会話できるように英語頑張りましょう。いや英語はきついっす。ちょっとアンジュさんに日本語覚えてもらって。いやとね、でもクルシモもそろそろ日本語がねできなくなってきたところなんで、お互いに日本語をね勉強しましょう。雨やでこけたらあかんで、階段から落ちてひび入れとくわ。あの日って雨やったっけ。雨じゃない、普通に晴れやった。盛大にこけてきます。うわーって共通点、日本語が使えなくなってきた。アンジュさんと共通点増えた。おもろ。これ頑張った。えでもな、今日ななんか分からんけどな、朝起きたらな、ほんまになこのままの感じだったからな。あ今日なんかアレンジしようと思ってたけど、ストレートやからこのままにしようと思ってこれにしました。ちなみにこれストレート当ててない状態です。髪質変わったんかなってメイクさんに言われた。水たまりで泳ぐなよ。わかった、セーブするわ。頑張って。髪の毛ツヤツヤやな。アイロンは根元だけ当ててます。くせ毛なんで。くせ毛やから頑張って抑えようと思って、あの縮毛矯正を当てにってメイクさんに言われてんけど、なんか今回はいけそうだったんでやめときましたって言われたから、いけんのと思って、こんな癖毛でいけんのと思って。あきら先生も今日は髪の毛まとまらへんのかな。あきら先生地味にうまそう。いつもも髪の毛巻いてるって言ってたから、今日はストレートで来てると思ってストレートにしたんかと思ったら、いつもが巻いてたみたい。あ15分経ちましたね。よし、それではこれ親指みたいねんな、毎日弾いてたら。
とうございました。それでは、ちょ、親指痛いねんけど、このさ、親指のさ、爪と間のここの皮がさ、痛いねん。ということで、ありがとうございました。身体測定行ってきます。身長体重測ってきます。身長伸びてますように。これ切れんのめっちゃ早いな、最近よう思う。もうちょい長くしとこう。これぐらいでいいかな。